ゼレージャ、最後の試練を始めようぜ。何をしていたのか知らんが、悪あがきは終わりか。ああ、よくわかったぜ。マムークのことも、お前らのことも。それを知ったところで何だというのだ。お前の言う相当を超えるってのがどういうことなのか。マムークの連中が笑えていないのは、自分たちが背負った罪の重さに苦しんでるからだ。だから私は親父の幻影を超えることで総決の教えをぶっ壊す。何を言うかと思えば、総決の教えを壊すだと。我々は相当なくしては生きてはいけぬ弱者の集まりだというのに。そりゃ一人一人の力はちっぽけなもんさ。だけどよ、みんなで手を取り合って一つになれば、バリガルマンダだって倒せるほどの大きな力になるんだ。くだらぬ。ならば証明してみよう。トラル大陸の歴史上最強の存在であるお前の父親を相手に。ふっ、上等だぜ。トライオラを受け継ぐ身として親父の幻影なんかに負けてられるかよ。僕もラマチと共にいた。困りますな、第二王子殿。この試練では候補者同士、これで僕は継承候補者ではなくなった。ラマチに協力するのだって自由。どういうつもりだ。ここまでの旅で分かったんですよ、父上の後を継ぐにふさわしい人物が誰なのかという。トライオラの人々を幸せにできるのはゾラージャ兄さんでも、バクージャジャでも、僕でもない。どんな時も民の笑顔を守ろうとしている君だけだ。だから僕は全身全霊をかけて、それが僕に機会をくれた父上とトライオラのためにできる最大の恩返しになると信じて。ありがとよ。やっぱコーナ兄さんは頼りになるぜ。好きにするがいい。所詮は劣等し、何人集まろうが同じことだ。入れよ、トラル史上最強の総統、グルージャジャよ。みんな、準備はいいか？さあ、行くぜ、親父！私を信じてくれる奴らの思いに応えるため、あんたを超えてみせる。
で磨いた武を見せてやろう。歩んで知った断りとともに証明してやるよ。みんなで手を取り合えば相当だって超えられるって。炎の刃よ、降り注ぎなさい。やれやれ、喧嘩馬鹿はこれだから。長引く前に終わらせますよ。さあ行きなさい。指図するんじゃねえよ。どうです？身動きを封じられたようです。全員でカバーを。炎の戒めを狙って。私の炎からは逃げられませんよ。見せる。破壊しきれなかったか。それでもみんなの力が合わされば。なかなか楽しませてくれる。これを受ければ諦めもつくでしょう。
ストリーをもって命じる。我が敵を断つ紅蓮の刃と化せ。みんな、私の後ろに来い。なんかヤバそうだ。こいつを受けてなお立ってられるか。私はみんなの笑顔を守る王になるんだ。あんたの力はそんなもんかよ。俺の全力を受け切るとはな。だがまだだ。あなたを超えてラマチを王にしてみせる。トライオラの未来のために。幻影とはいえ、このような結果。この後に及んで往生際が悪いんじゃないか。ルガディン族、まさか短歌のじいさんじゃねえか。よう、ウクラマト、少し会わないうちにいい面構えになったな。短歌？ハンカというのはグルージャジャにもらったこっちでの通名だ。元の名前はマムージャ族の下じゃ発音しにくいらしい。あなたの本名、ケテンダムとおっしゃるのでは。ま、その話は後だ。ゼレージャ、この子らはお前が出した試練を超えてみ、それを認めないということはお前に。超えたと言っても数に物を言わ。仲間の存在、それも王に求められ。みんなで手を取り合えば親父だって超えられるんだ。ならば我らにどうしろというのだ。共に生きようぜ、みんなでさ。
お前が本気で王を目指すつもりなら、そうやすやすと共に生きようなどと言うべきではない。特に多くの赤子の命を奪ってきた男に向けてはな。だが伝王の「おめでとう」はまだ早いかな。いずれにしても君たちならきっと黄金鏡を見つけられるさ。君はもう僕が守ろうとしてきたか弱い妹なんかじゃない。この旅を通して時代の王としてふさわしい成長を遂げた。兄としてとても喜ばしく思うよ。兄さん、ありがとな。ここまでのご協力ありがとうございました。遠いところまでお越しいただいたのにご期待に添えずすみません。謝る必要なんてないさ。それから最お二人に出会えてよかったです。あなたの気持ち確かに届きました。私たちの旅はここで終わりですが、三人で紡いだ。ああ、また俺たちの力が必要になった時は呼んでくれ。お前のためならすぐに駆けつけるさ。それにまだ俺たちの依頼は終わっちゃいない。依頼主を無事に王都へと送り届けるまではな。皆さん、大切な妹のこと、さて継承の儀はこれで終わり。分かってるって。Thank you.